行こう。何かが来る。軍事万象のままに。行くよ。光よ、前。これも音の力ね。私の出番のようだね。火力全開。変身。まだ解凍のやつ。行くよ。よっ、ひだらし、響け。これは？
前回の続きから。上昇さんの頂から放たれた光は雲を吹き飛ばし雪を溶かした。そこで天日に照らされるは鮮魚のごとく佇む白き少女。指を振れば山も町もみるみるうちに様変わりする。その少女こそ死してまた蘇った本州の霊院様。天に春雷がなり、日差しが惜しみなく地に注ぐ。まさに父に陥れて後行く。この一難なくして生まれ変わることなどなかっただろう。ええ、大丈夫よ。私たちの狙いは別にある。欲しい答えはもう見つけた。二次共鳴は採取の力と対抗できる。しかも人工共鳴は不可能じゃない。それに例の漂白者、はあ、美しい音符たち、うったりしてしまうわ。そう思わない？そろそろ時間よ。行きましょう。牢屋にいる誰かさんのためにもね。荒らされた盤上を見た老人はただ王さんでした。今日はもう遅い。お主はまだ山を降りないのか。飛行機は空を見た。ここで王を見たのはせいぜい一時間。このご老体はどう邪魔され怒っているのだろうか。そんなことを考えながら頭を下げた瞬間、彼は仰天した。そこに拷問打つ老人などいなかったのだ。あるのは朽ちた碁盤とドクロだけ。木こりの籠が投げ捨てられ、血の気が引いた彼はその場から一目散に逃げ出した。しかし山を降りてみると、そこの景色は見る影もなく変わっている。かつての小さな村はレンガ造りの大きな町に、そしてかつての家は何もない空き地に。暦も自分が見知ったものでなくなっていた。驚いた木こりは村人にその暦について尋ねてみると、すでに100年が過ぎていたのだ。彼の家族も友人もみなしに、顔を知った者すらもういない。それってつまり100歳年を取ったってことじゃん。上昇さんが降りたって本当なの？その話手を加えすぎじゃないか。まあ外の人にはわからないかもしれないけど。確かにそこには矛盾がある。だが俺には裏があるのだ。この上昇さんにもう一つの伝説がある。それは山の聖地に隠された牛の秘宝。
皆も知っている通り、上昇山には祭主が長い間住んでいる。だから山にある全ては祭主の力を持つ。つまり山に長く住み、その空気を吸い、水を飲めば自然と寿命が伸びるだろう。そしてヒコリが見ていた対極こそが苦労の秘訣なのだ。まあ残念なことに、それにたどり着く方法は失われてしまったのだ。それはさておき、話はまだまだこれから。またね。はあ、なんだよ騒がしいな。あ、何持ってんだ。どれどれ。雪の影が川になるとき、虹を見下ろし軒を連ねる場所であなたを待っている。うむ、なるほど。全然わからん。でもまあなんとなくはわかるな。要はお前に会いたいってことだろ。あのお姉さん、恥ずかしがり屋なのかな。ふむふむ、雪の影が川になるとき、何言ってんだ。お前、そんなことまでわかるのか。でも、コーチンって似たような場所ばっかりじゃないか。お姉さんが行ってる場所まで行けるかな。そうだな、じゃあ道案内は頼んだ。何かよ。ああ、雪の影が川になる時か。外から来た人が知らないのも無理ないね。これは高知の伝説の一つ。つまり羊の時、一番暖かい時間のことだよ。あれは数百年前のこと。豪雪に苦しむ貧しい村人を見たある人が、共鳴の力で温泉の流れを作り出したんだ。氷が溶け、霧が西へと流れゆく。さながら仙人の降臨といったところかな。でも時間の経過とともに、というか高知ができてからはその言葉以外なくなっちゃったんだよね。まあスーさんからの受け売りなんだけどね。実際には見たことないよ。でも伝説って大半がそういうものじゃない。信じてないわけじゃないけど、君はどう？さっき
あの話聞いてたよね。ふん、君もああいうのが好きなんだね。スーさんはコーチンとゆかりのある家系らしくてね、レイン様の活躍で危機が去ったと知ってここに戻ってきたんだ。で、外の世界に興味がある連中にああやって受け入れられて、結局確かによそと比べればここはかなり異質だと思うけど、自分の故郷に根も葉もない噂が立つのは許せないんだ。それに最近は観光気分でここに来る人が多くてね、人を見るなり伝説の人とか炎弱果を食べたから長生きしてるのとか聞いてきて、随分と変わってしまったな。もしかして今週を救った漂白者じゃないですか？何か私にご用でしょうか？おお、なんと、あなた最強の適任者を見つけましたね。何を隠そうこの私、コーチの新たな実力を編纂しに来たものです。雪を連ねる場所、あ、思い出しました。これは高地の一番高い場所から見える景色のことですね。高地の北東に行ってみてください。行けば一目でわかると思いますよ。それよりさっきのはやはり調理様ですよね。話していたところ見ましたよ。もちろんです。顔を見せることは滅多にありませんが、今週で調理様を知らない人はいません。調理様は玄妙新人の弟子で、獣王術に長け、長子に任命された百貫の王者、まさにこれ以上ないほど尊いお方なのですよ。そうです。その後交流の平和のためレイン様を補佐する任につき、舞台裏で全身全霊を仕事に捧げるその精神たるや、憧れるのも当然ですね。はあ、だからずっと尾行してたのに、まさか一瞬目を離した隙にいなくなっちゃうんだなんて。なんだよお前、俺は何もしてねえぞ。そうか、でも悪いが俺はここの人間じゃない。道案内なら他を当たってくれ。待てよ、お前さっき調理と話してたやつか。気をつけろよ、あいつは人の心をもてあそぶのが趣味の根っからの関心だ。あんなのと一緒にいたらいつか食い物にされちまう。知らないのか、あいつは中央の感触を捨ててこんな偏僻なとこに来た。きっと何か裏があるに決まってる。表向きは自主的にってことになってるが、酩酊で何か悪さをして左遷でもされたんだろう。お前まんまと騙されたな。あいつは野望のためなら何でもする。きっともう何かしらの罠にはまってるだろう。もう手遅れだ。それにあいつ本州に来てから仕事してるのを見たことがない。レイン様も見る目がないな、あんなのに騙されるなんて。
根拠ならあるぞ。あいつ、今週のあの客人を騙して上昇山に連れ込んだじゃないか。あの頃の上昇山はとても危険な場所だったはずなのに。どうやら無事に済んだらしいが、自分の悪事を隠すためにそこまでするなんて、極悪非道にも程がある。ま、少し言葉がきつかったかもしれんが、お前、外の人間で騙されやすそうな見た目してるからな。用事を思い出したので、失礼します。なんか、あのお姉さんの評価、バラバラじゃない？はぁ、人間ってのはよくわからないな。でも、紙切れの意味ならわかってきた。すごーく回りくどかったな。眠い。漂白者、奇遇ですね。どうですか、コーチンには慣れましたか。上昇山の問題が解決し、甲州との往来も再開しました。それに時間の乱れが解消され、他の集落との交流も回復しつつあります。これも全て漂白者のおかげです。それはもちろん、あなたはコーチンの恩人です。何か要望があれば遠慮せず言ってくださいね。ところで、さっき聞き込みをしていたようでしたが、何か問題でも。シーンは調理と窮地の中だったはず。彼女に聞いてみよう。確かに彼女らしいですね。ジョーリとは深い仲ではありませんが、人よりは彼女を知っているつもりです。彼女は自分の象徴をやすやすと他人に与えません。まして、それについては彼女に直接聞くといいでしょう。彼女の性格はあなたの知る通りです。彼女は決して一目でわかるようなことはしない。そのシーンがわかる人もほんの一握りに限る。そのせいで彼女に関する噂も不評もたくさんあります。だから調理の意図は
あなた自身で推し量るしかありません。この謎の答えはもう出ているようですね。でもこの謎は答え以外のものも示そうとしています。では私はこれで失礼します。また何か困ったことがあれば私のところに来てください。行こう。大事にしないとね。これは予想外ね。行こう。風の導きのままに。行こう。
行こう。みんなと一緒にいたい。これからも。行こう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 。風の導きのままに。
行こう。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 少し疲れた。旅の醍醐味、それは未知との出会い。行こう。旅の醍醐味、それは未知との出会い。行こう。風の導きのままに。行こう。
歴史を感じるね。行こう。行こう。旅の醍醐味、それは未知との出会い。行こう。行こう。風の導きのままに。行こう。行こう。
行こう。行こう。伝言が示しているのはおそらくこの遺跡のことだろう。こう見るとあの遺跡でっかいな。遺跡を望むあの建物、東屋だろうか。確かにあそこなら待ち合わせにはもってこいだな。動いたら眠くなってきた。紙切れに書いた目的地はきっとあそこだ。約束を果たしに行こう。風の導きのままに。少し遅くなったみたいね。じゃあ、まずはお礼を。
来てくれてありがとう。なーに、相変わらずって。今週に着いた時にもらった印、あれもあなたの提案？へえ、なかなか鋭いんだね。あれはやむを得ず打ち出した下策。あなたを振り回すつもりなんて毛頭なかった。何がともあれ、ちゃんと謝罪しないと。またこうして面倒ごとに巻き込まれてくれるって言うんだからね。来てくれて嬉しいよ。聞いてみたいことがあってね。この盤面に見覚えはある？そうだったね。あなたには記憶がない。では上昇山にある不死の秘宝の伝説って聞いたことある？そう。でもあなたが聞いたものとは少し違う。100年ほど前、とある修行者が上昇山にて偉人と出会い、それから山にこもった。碁を打ったりしながらね。そこに山に迷い込んだ一人の木こりがやってきた。彼は盤面の行方に夢中になり、ついうっかり碁と石に触れてしまう。しかし偉人はそれに怒ることなどしない。それどころか木こりを歓迎し、彼を山のふもとまで送り届けてあげる。それから年月が過ぎ、年老いた彼はようやく上昇山に戻り、あの偉人と再会を果たす。その時二人は碁を打った。一説によると、偉人は不死の秘宝を最後の対局に隠したという。正解であり不正解、これは類書に残され、棋譜に基づいて再現された未完の対局だから。どう？知ってる伝説とは違うでしょ。でも本筋が同じ。きっと口伝されていく中で少しずつ変化していったのだろうね。伝説というのは往々にしてこういうもの。時間が話の形さえ変えてしまう。その通り。残された棋譜にはこう記されている。この対局は時間の乱れを解く。つまりこの対局を終わらせることができたなら、時間を制御する秘宝、不死の秘宝にたどり着ける。上昇山が現れるとき、対局もまた現れる。時間制御と対局の関係性はまだわからないけど、それが本当なら、
最初の傷を癒すことができる。でもまだ確証はない。寄付に記された情報はただの師匠の思い出かもしれないからね。だからお願いしたいのは本当に個人的な頼みだ。もう一度わらわと一緒に山へ入り、その寄付を探すのを手伝ってほしい。おそらくあなたはその対局と関係している。だからあなたのなくした記憶を探す手がかりになるかもしれない。それと寄付を手に入れることができたら、この調理に一つ借りを作れる。では、コーチン近くの参道で落ち合おう。じゃ、先に向かってて。わらわは少し準備してくるから。約束通り来てくれたのね。案内人なんだからそれぐらい当然でしょ。抜け道に小道、何でも知ってるんだから。前回の調査で最も見込みのある場所を特定できた。そこに行けば新しい手がかりが見つかるかもしれない。フラクトシデスの連中を倒した後、合流するまでにちょっと探しといたんだ。でもそこに着いてからはあなたの手を借りることになる。頼もしいじゃない。それじゃ出発しようか。どうしたの？これも二人のいい思い出になるかなってね。あの遺跡が気になる？見た感じ食堤の遺跡と似てるけど、規模はこっちの方が全然大きい。採取の降臨と同時に発生した異変の後、あそこに食堤の人が住み着いたらしい。時間を戻す装置もその人たちが関係してるとか。故郷におまじないがあった。初雪が降ると新雪を踏んで足跡を作り、雪が溶ける頃に叶うよう願いを書く。勝利もやった。わらわが踏めば雪はあっという間に溶けてしまう。だからただ遠目に見ていただけだった。
ここからだと高知を一望できるね。なんだか前に来た時よりも綺麗。やっぱりあの時とは違うからかな。今は頼もしい仲間がいるとか。おい、なんか残像の匂いがする。それもちょっと変な感じが。残像のと人間のと、それといろんな周波数が混ざり合ってる感じだ。これはお前まだ我を信じないのか。こっちは親切でやってるんだぞ。漂白者、もしかして何か起きた？目的地と同じ方向、もしかして